やめろ。いや、う、なんだ。ああ、もう。こら、坊主はいつから起きてんだ。こっちが気持ちよく寝てるのを起こしやがって。その辺は母ちゃんそっくりだ、お前は。ああ、母ちゃんにそっくりだ。で、その母ちゃんは？ああ、そっか。朝から産婆のばあさんの手伝いに行ってたんだったな。まったく、人使いの荒いばあさんだぜ。何かにつけて呼び上がって。ま、それ以上に世話になってっから、文句が言えないのも事実だが。なんだよ。父ちゃんの顔に何かついてんのか。え？目の色のこと言ってんのか、坊主。そうか。そうか。父ちゃんの目が綺麗か。坊主も父ちゃんと同じ色がいいのかい？そうか、そうか。一緒がいいか？坊主はまだ四つ。まだまだ咲き残った。この先どうなるかわからねえし。さて、そろそろ夕げだ。母ちゃんが帰ってくる前に火を起こして湯でも沸かしておくかね。坊主も水汲み、手伝うか。じゃあ、一緒にやるか。おっと、坊主に水の入った桶を運ぶのは無理だ。ったく、強情だな。ほら、そっち持て。父ちゃんはこっちを持つから。一緒に持つならいいだろう。気をつけて持ち上がれ。分かってる。今鍋をかけるからちょっと待ってろ。よーし、火がついた。あとは母ちゃんが帰ってきたら飯の支度をしてもらおうな。ああ、おかえり。思ったよりも早かったな。ああ、今、湯を沸かし始めたところ。なんだ？土産か？ほら、坊主。好きなばあさんの握り飯だ。そうだな。これならあとはなんか汁物頼むよ。こらこらこら。まだだ。汁物いろいろできてから食え。そんな大ごとなのにつまらせろ。
ぜ。寝た？まったく、坊主には困ったもんだ。こっちは眠くて仕方がねえっていうのに、遊べ遊べってうるさくてかなわねえ。笑い事じゃねえんだよ。他人事だとか思ってんなら。あのな、俺は日の光が苦手。それなのにおテントさんが頭の上にあるうちから外に遊びたがる。黙ったもんじゃねえんだよ。まったく融通が効かないのは誰に似たんだか。まあ、それだけ元気ってこったな。生まれて3年。何事もなくここまでよく育ってくれた。それだけでもありがてえよ。吸血鬼と人の愛の子は、この世に生まれてもまともに育たないってな。昔から言われてんだ。んなこと知ってるから、坊主が今まで病気一つせずに元気に育ってるのが信じらんねえ。それもこれもばあさんが何も聞かずに助けてくれるおかげだっつって。こんな俺たちに手を貸してくれるなんて本当にありがたいこった。にしてもばあさん、少しお前のことこき使いすぎじゃないのか。しょっちゅう手伝いに呼びつけやがって、俺の嫁を何だと思ってる。人か？いや、吸血鬼使いが荒すぎるっつうもんだ。まあお前がそれでいいなら俺は構わないけど、さすがに昼間はしんどいだろ。今だって疲れた顔してる。バカ、そうやって強がったってさっきから俺の首元じーっと見てんの分かってんだ。満月の下で月光浴しても新鮮な血以上に体力を回復させることはできないから。少し飲め。俺は大丈夫だ。昼寝、坊主と昼寝したし酒もある。これがあればお前に血を吸われるくらいなんともねえ。一日頑張ったご褒美、衰退だけ吸え。もういいのかよ。そうか。まあさっきよりも顔色良くなったかもしんね。そういや坊主がな、俺の目が夕焼け色で綺麗だって言いやがったんだよ。この目が綺麗だとよ。父ちゃんと母ちゃんと自分とみんな一緒で嬉しいと。俺はずっとこの目が嫌で嫌で仕方がなかった。人よりも長い間生きてきて、この目の色でどれだけの人に蔑まれ怖がられてきたことか。好いた女もこの目の色を見た瞬間に
逃げてった。誰も近づかないからいつも一人で、それが当たり前だった。ああ、分かってる。お前だけだよ。俺の目が赤く光っても、吸血鬼だと知っても、怖がりもせず逃げもしなかった女はお前だけ。それだけ俺に惚れてんだろ。俺？俺が惚れてるに決まってんだろ。お前が思ってるよりもずっとずっと惚れてる。惚れた女が隣にいて、可愛い坊主がいて、こんなに幸せでいいのかって思っちまうくらいに。あと何年こうしていられるんだろうな。そのうち坊主に本当のことを話さなきゃいけない時が来る。前にも言ったが、俺たちは坊主に正面から向き合わなきゃいけねえ。嘘もごまかしもダメだ。んで、どっちを選ぶか決めるのは坊主自身だ。人として生きるか、吸血鬼として生きるか。俺たちはそれを受け止めればいい。反対も誘導もしちゃいけねえ。今から泣いてどうする。たとえ人になる道を選んだとしても、それを見守ってるのが親として、坊主にしてやれることだ。お前は坊主の母ちゃんで、俺は父ちゃん。それはこの先何があろうが変わりゃしない。そういえば、お江戸の方じゃ大政奉還とかなんとかで大騒ぎらしい。侍の時代は終わったってことらしいが、俺たちは何も変わらない。三人で静かに賑やかに笑って暮らしていければ、これ以上は何も望まないさ。なんだ、はあ？お前今の話聞いてたよな。それで？坊主に兄弟？バカかよ。まったくわがままな女。坊主だけでも大変なのに、もう一人って、わかって言ってんのかよ、それ。確かに坊主一人よりも、兄弟がいれば何かあった時に安心できる。けどな、それ以上にお前の体に負担がかかるし、気苦労も絶えなくなる。それでもいいって言ってんのかよ。いや、甘えた声で煽ってもダメだ。なんだかんだ言っても疲れてるだろうと我慢してるこっちの身にもなれよ。おい、押し倒すなよ。それは俺の、だから本当に俺の嫁はわがままで可愛くて愛おしくてかなわねえよ。
父はに愛してる。ずっと一緒だ。俺だけの話。